皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2022年公開の、ムーンフォール。現代、ムーンフォール。監督はローランド・エメリヒ。脚本は、ローランド・エメリヒ、ハラルド・クローサー、スペンサー・コーエン。主な出演は、ハルベリー、パトリック・ウィルソン、ジョン・ブラッドリー、など。原因不明の力によって月が本来の軌道から弾き出され、あと数週間で地球に激突するという驚くべき事実が NASA にもたらされる。NASA は現地調査を試みようとするが、同時に組織内部で、とある情報が隠蔽されていたことが発覚する。というストーリー。良くも悪くも、エメリヒ監督の黄金パターンなディザスタームービー。月に関係する基本設定は悪くないのに、あまり深掘りされないのがもったいない。さらに終盤になって、どこかで見たような内容を寄せ集めたような、中途半端な SF に方向転換したのは大失敗。唯一の見どころは、月の引力の影響で引き起こされる独創的な情景で、その映像はかなり面白い。ということで、評価は。Thumbs down.